ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃん、おい、ゆうちゃん、おい、ゆうちゃん、おい、おい、いいいいな、いいよかったよ、完璧だよ、ゆうちゃん、おい、ゆうちゃん、いい感じだ、なんかいいっすね、もうどうした、羨ましいの、なんかバージョンアップしてる、ああ、僕のはどこにあるんですか、お前はもうここにいられるだけで幸せだと思う。押すというわけで栗山船研研究所シーズン2でございます。いやいいですね。それのためのパワーアップですか。そうですよ、前回僕、はい、勝ったじゃないですか。勝ちましたね最後、はい、僕ボロ負けでしょ。でもまあお前はもう頑張ったというので俺はもうね頑張った感じが伝わってきたからもう改めてやっぱじゃあしっかりもう一回協力してやる。俺らは勝った金で物買ったって言ったんです、はい、金ネックレス勝った金でなマントも新しくしたいって言うからいや緑ってオン緑ってあんまいないですよね。いや緑が好きなんだもんな。じゃあおっしゃまたもう一回この3人でシーズン2は、ね、お頑張っていくから。よろしくお願いします。バーッ何すか何すか何すか肩組むのはいいけどお前肩ポンポンは違うだろお前上司に向かって俺こう取ってきたお前俺の金いくら溶かしてると思ってんだよお前おいそこだよそれだよ。ゆうちゃん今日もなんだ緑が好きいきなり何なんだお前は知らねえよお前もだよ。いやお前にもずっと甘えがってきたけどこのシーズン2の目標決まってるから半年間今年いっぱい12月だよ。今年いっぱいで今までの負けを一旦取り返す。これがシーズン2の目標でございます。3万ぐらいですか。30万近くだよ。ヒュー30近くだよ。そんぐらい負けてんだよな。お前がデータだなんだってわちゃ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 遊んでたんか知らんけどよ変なチンピラみたいな連れてきて死んでいくからよこいつすげえデータ知ってんですよとか言って。そうっすね、メンヘラの立川のおじさんだろ。あれ5V1 はあの人の伝えだと思うんですよ。いやだから、はい、そういうのもあってそれを以前俺聞いた時にこれはまずいとタイムマシンを作るために俺たちはこの研究所を作ったそう元はといえばタイムマシンを作ってボートレース過去に戻ってそう未来に行って、ね、全部知った上で買う。そうそれをやろうと思ってやったけどもそれどころじゃない。とりあえずもう赤字今日で取り返す。今日で取り返してもいいです。すいません俺はもう用意したからこれガチのやつガチもう下ろしてきたからこれをマジでこれマジで僕のやつとかね僕のこのリアルマネー30万用意したから軍資金として戦います。わぁじゃあベタかお前おい、お前には高度な笑いをインプットしてるはずだぞお前こんなお前ベタベタ、ね、ベタな笑いは入れてないはずだぞ、うん、待ってもポンポンやんなお前所長にポンポンやんなお前ら。いやいやだからお前もちょっとしっかり頼むぞこう3人の力を合わせてマジで、はい30万円取り返すたびにこの30万なくなったら俺も知らんぞ。おおマジで知らんぞ。いや知らなない知らなくないですこんなもうギャラ安番組でお前これ以上出せねえぞお前これ10年やりましょう10年はふざけてんなよこれなくすなよだから、まあ、とりあえず早速今日レースやりましょう。いいよ分かる任せてください僕に。じゃとりあえずというわけで、今日からとりあえず半年間で30万取り返す旅、はい、そっからもう一回研究所が大きくなるためのことを考えていく、はい、シーズン2スタートです。はいということで、はい前回女子の味噌疑問割りついに俺たちはファミリーになった栗山船研研究所ということで、うん、まあ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 、はい、それはな俺たちはファミリー、うん、それはまあいいでしょう。いいですか、うん、それはいいと思う、まあ、やっぱり一体になんなきゃダメだ、はい、俺もお前に不信感を抱いてたし、はい、でも前回で俺それはもうなかったことになったし、はい、またね一から頑張りましょうということで、うん、今回ボートレース戸田で行われる G2 戸田モーターボート大賞で第2章の初陣を飾りたいということ。マリブとケンタがマリブとケンタか、はい、これマリブ、はい、なんか喋ってんじゃん滝行をして綺麗な心に入れ替えました、ね、これでも滝行が意味ないってことバレてんじゃんこれ世間に。マリブが変わってねえじゃねえかもあいつ中身お前
ノマのままじゃないか。いや僕は変わりました。お前も変わってないよ大した。マリムが滝行したらお前滝行全ての滝行にお前もう効果がないことがバレてしまうんじゃないかお前。まあとりあえず滝行までしたんで、はい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 、で今回行われるボートレース戸田の特徴としてですね、はい、1コースからの勝率が4年連続ワースト、はあ、で代わりに、3コース4、ね、コースの、勝率が4年連続でほぼトップレベル。イメージはあるよね、はい、戸田って、まあ、仲が強いというか、はい、うん、見てよ今日の今もうすでに現段階で8レース行われて、はい、4レース3、4頭そうなんですよね。半分ですよ。だからこの本当3コースと4コースの勝率が、これは分かるよ、はい、うん、これが戸田の特徴ということで、うんうんうん、今回はエボリューションすべくある一つの仮説を見つけたのだと。まあでもそう、今までだったら 3,4 頭で買えばいいって言ったな、はい、このよく分かんない写真、もうこれルミネーか、これ分かんないです、これ昔の写真だ。ウォーイエーウォーイエーウォーイエーってアユなんじゃないですか。覚えたんか、この吹き出しの技を、はい、使いたくてしょうがないの、はい、エボリューション、アユのアユのエボリューションを聞いて、これアユじゃないですか、はしゃぐなお前が、はい、すいません、あ、すいません、まあいいよいいよ、いいですか仮説を。じゃあ因が不利な条件でも逃げれるのが大事な2コース逃がし率なんです、まあね、ということで。そうだね、だからこれ要は因が不利だとは言われても因逃げするじゃないですか、うん、でする理由は2コースの逃がし率なんですよね、うんうん、だから簡単にあのデータなんですけどこれ、うん、準優勝戦です昨日の、うん、これ井口選手の陰性なんですけど、うん、重成選手の逃がし率が 76.5% なんですよ、ね、これ因逃げるんですよ、うん、まあね、この あの 0-2 スタートで壁になってしっかりと、で2コースの逃がし率が低い場合、砂永選手が 35.0、うん、こうなった場合、うん、2-1 で差しなんだ、差しなんですけど、でもやっぱ2が勝ってるんですよね、うん、今までだったら 3-4 だけ変えと言ってたんですけど、ね、今回はさらに2コースの逃がし率にも注目して、うん、逃がし率を注目してみるか、はい、今回じゃあ戸田の逃がし率、はい、だね今回は。今回そうですね、要はよし、じゃあ早速行こう、9レースから。そうですね、はい、フューチャー、さあ、はい、9レース、逃がし率だから2コースの2号艇の逃がし率を考えた上で戸田を買う、はい、今回どうなんですか。一柳選手の2コースの逃がし率がですね 63.6、 なんて高いっちゃ高いか。そうですね、一応逃がし率の全国平均が 47% ぐらいなんですよ。はいはいはい、じゃあ高いね。高い方ですね。ましてや関選手、はい、陰線ですから、はい、まあ逃げるだろうって予想されると思いきや、はい、やっぱりここは戸田だからなのか、陰からが一桁も頑張ったくございません。これだから当てたら美味しいですよ、これ。美味しいです。でね、安田選手がスタートがなんかすごい、はい、スタート展示では良かったのを見たんですよ、はい、ただ僕ここは、はい、あの壁になると思うんで、はい、壁になって残らないってことですか。そうですね、特徴的なのが2コースの方が壁になった後結構残らない 1-2 が出にくいんですよ、ね、なるほど、他の状況より 1-2 ブロックされ、はいはい、3-4 が来ちゃうっていうことで、はい、ちょっともう買い目変えちゃったんで、はい、僕はこの 1-3-4-5-3-4-5、 僕6入れたい気もするな。入れたいですけど、どうなんだろうな、はい、どうですか AI は、 AI 予想、あ、新生フューチャーの、はい、じゃあ4-5 でも全然ありますよ、やっぱ4が突き抜けて。僕も4-5、はい、4-5、まあ勝ってみるのも手ではあるけど、まあ、関選手だと思うんだけどな。どうします、じゃあ残り4分、6切る、6は切ります。 OK、 じゃあ差し子差し子買うか。はい、1差し子差し子でいいよ。じゃあ1000円ずつ6000円、とりあえずこれでいこうか。はいはい、しごろボックスも買わなくていいんすか。いらんだろ、いるか、しごろボックスな。いいじゃんお前ちゃんとやってったお前な、いいじゃん。はい、3-4、うん、6-3-4。おお、それはちょっと当たりそうですね。それは、うん、ありっちゃあり。なんか無駄に絞るんだよな。確かに絞るボックスでも3-4-6だったらもう全でも全部満州だよ。3-4-6全買うか、300円ずつぐらい。安くても全の方がいいんじゃないですかね。
34の6全300円、はい、この1レースで8000円ぐらいなくなっちゃう。いや大丈夫、信じてください。じゃあ300円当たります。1の差し子差し子、そして34の6の全8400円。まあでもいいんじゃないですか。俺ここはなんかピンときて買いたいとこはないのでちょっと信じますすげえ、ピンとして買いたいのに8400円使ってくれてマジありがたい。おい何笑ってんだお前俺も24万円分なんだよ。それでお前何笑ってんだよ。8400円使ってじゃないんだよ使ってるんだなって。あれあれあれ、いただきます。いただきます。いただきますじゃないんだよおいお前もだよ最近舐めすぎなんだよ俺のことをなあ。ありがとうございます所長だろ。なんだよすげえな、へーへーへー、いただきますじゃないんだよ。ありがとうございます。何なんだ。フューチャー。いやでもこれ関さん大丈夫じゃないかな。どうした。猫が描いてる時の描き方ですよ。どうした。石が最近。石。AI も石ができるんだ。そうかそうか。無理すんな。俺も石はできたことあるから。炭石。炭石ですか。炭石は結石でしょ。結石か。炭石ってなんだ。違うだろう。さあスタート。スタートまで10秒を切りました。進入体系は。わあこれ2壁になんな。いい壁ですわこれ。なるね。どうもいい。2もなんかちょっとでも幅取ってる。そうですね。でもここで幅取ってるからこそ関広先生回れるでしょ。ああ。で5も来た。5も来た。問題2が残るんだ。いや残らない。1、3、5。いや6だろ。来た。ほら6じゃん。ケンちゃん、ロケって言ったじゃん、僕2もいるよ、しかも2も残ってる。いやー2、6、6、2じゃない、これ。うわー、5いったと思った。6はいるな、1、6、3まだあるな。1、6、2か、1、6、3だね。6かおめえもなんだよ、これ3、4、6って1、6だった、当たりだった。直線では少し出ていく。うわ2人飛んでって5になった。え5、4になる。4になるんじゃないこれ。高くなる。いや高くなりますね。まあでも高いですね。16、4のは全然。惜しい。惜しですね。なんとかなんとか。無理だよ。6ないもん。1、6、3。これも無理だよ。この差し決まりまして、ここで3番手は3番の安田。おいおいおい。初回から大丈夫かいな。でも当たりの尻尾は掴みましたね。もうそこら辺ですよ。インニゲが当たってるだけなんですよ。インニゲただ2はやはり飛んだじゃないですか。いい壁。まあまあまあ、まあ、やっぱ6 6 6もっと強く差しろとか強く押してくれてもいいじゃないですか。なんだ強く押してくれて6いいよって。で6はいいかなと思ったけども、でもなんかまあ差し5とかって、まあ、どっちでもいいやと思うじゃん。でちょっとそこはさじ加減、本当に入れたいって時は入れていいっすよ。当たり前だろ。あそこなんで入れていいっすよって。おっす、なんかお前がお前が最終決定権あるみたいな。おっす、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 おっす。今のうち、今のおかしいよな。いやどうする、もう首早いってでいつもよりちょっと理論伝わってません？なんかまあまあまあ、いつもよりは確かに逃がし率っていうのに今回注目して、はいはい、戸田に関してはね、はい、やるっていうのは確かにありかも。1レース目はまあでもある程度人の尻尾掴んだということで、はい、もういいんじゃないですか。もう見ましたわ、はい、いました、目の前に。何が大当たりの尻尾が。いやいいですよ。いいですか。次が当たれば、当たらなかったらもういや試してみたい技とかあるから。フューチャー。逆にじゃ良かったとかちょっとあの所長見てくださいよ。あんま良かったとかわかんない。吉川選手入りましたね。ちーちゃんでも吉川選手入りましたわ。16 126 162になりそうじゃないですか。あ本番も変わりそうだね。いや吉川選手入りますね。なんか3段階で分かれてるね。そうですね。ただ広いんですよね、ここの直線。中が遅れてるのか、位置が早すぎるかどっちかっすね。めっちゃっすね。まあ遅いのと激速っすね。めっちゃ速いじゃん。
こうなったら本番難しそうだね。ただこのまま吉川選手が2コースだと逃がしいですよ。 58.3 低くはない、低くはないぐらいですね。なんかでもまあでも大山選手の逃げが 66.7、 逆に関選手より全然逃げれないですよね。考えてるの真剣に見てるふりしてるけど、お前なんかすげえなんか適当になってきてるな。いやいやいや、これワンチャンスクラップまであります。スクラップまであるよ。石食わすぞ、ピザポストじゃん。石食わすぞ、出た石、出た石、自給自足、出た石食わすぞ、自給自足、うん、ありちゃりここどうすんだよ、もう決めろよ。いやでもちょっと待って、60% でしょほぼ。ここでもワンチャンインに逃げない可能性もありますよ。ゆうちゃん1、おお逃げ、はい、56、うわ言えてなかったじゃん今ルルルルルルへえ、興津選手モーターいいっすもんね。まあありですよね。5645にしようかな。2か4も入れたいな。じゃあ2差しの誰か1人、ああやっぱそうだよな。156の45にするわ。いいんじゃない。これはちょっとね3着は増やしとく。1000円ずつ4000で、県の予想はこれにしました。ほう26の2456全穴目だね。穴目なんでちょっと広めに行ったんですけど、まあ、いいっすよ。さっきのちょっとあの僕もエボリューションしたんで、さっきの6を逃したのでかかったんでちょっと広めに100円、200円でいいよ。200円ぐらいで多分大丈夫。24通り6頭が激高なんで、激高ですよね。大山選手を捕まえた時点でもうこれは多分6頭がほぼなると思うんで、俺もここはね買いたいのないから、俺どっちかというと高野の予想に寄ってるから、はい、だからまあいいと思う。所長は僕らのデータとか見て優勝戦に自信を持って買ってくれば、はい今回のやつはこちら AI、15645、まあちょっと5656したけど僕がちょっと3着させたいと、言って45にしました。で県が2625前、もうほぼ満州、はい、ほぼ全てほぼ全て、ここはもう穴目が来ると、はい計8300円、これはいいと思います、はい、なんかチームみたいですね。なんかチームで指揮監督みたいですよ。俺もあんまりこのわー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 ばっか言ってもしょうがないって分かってるから、はい、なんか信頼されてる。信頼はしてないよ。勘違いするんで信頼はしてないよ。で今も惜しかったから、惜しいとか言うなよ。まあもう惜しい禁止な。でも惜しいんだよな。ふざけてるよ。どう思う、ふざけてる。お前、眠いんか。だから体調激悪なんですよ。あ、そっか、血液か。なんかお前はちょっとじっとしろ。何回メンテナンス行ったんだっけ。ここ1ヶ月で6カ所病院病院6カ所も行った。ヘイちゃん、でも休んでていいよ。昨日は謎のジンマシンが出たらしいですよ。大丈夫か。休めよ。いいよ、ボートレバッチコイとかの生配信休んでいいよ。大丈夫だよ、大丈夫。フューチャー、さあもう間もなく発送ですけど、頼むよ。お前ちょっと体調悪いのはもう分かったから、休んでていいですか。休んでるみたいなもんだろお前。確かにはっ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 。フューチャー、誤解です。怒りっぽくなりました。あっなんで、何ですか、怒りっぽくなったんじゃないよ。厳しくするって決めたんだよ。了解です。24万なくなってんだよ俺の金が。こっから30万用意したけど、まあ、全部使うとは言ってないけど、あと2レースで30万使い切れますか今日。なんでこっちからここで喋ってんだよ。おいおい、叩きやすい鼻だな。よいしょ、痛い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 。あ、やばいやばい、都合のいい欠席だなお前。でももう惜しいとかそういうのいらんかんな。惜しいとかねえからな、結果が全てだから。惜しい、でそういうのお前今までずっとそういうこと言ってきてイラ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 させてきたから、負けた時は負けた、すいません。次、あ、潔く潔く男らしく、そういうのを学んだんだろ前回、はいはい、山で、はい、山ごもり修行だよあれ、はい、精神を鍛えに行ってんだよ。
ボートレースの当てる当てないを鍛えるなんて無理な話なの分かってんの、これ勝負事だから。精神論ですね。そう、それを学んでんだよ。あ、じゃあもう言っとくけど30万、今25万、まあこれで30万ぐらいまでいってるわけじゃん、はいはい、30万ぐらいこれ全部取り返して栗山船研研究所始まってからプラスですってなったらお祝いする。もう言っとくわ、お祝いあります。もう本当に俺はもう本当にもうエロい女の子呼ぶよ。それ先言ってくださいそれ先言ってください。予想違いますよ。もうコンパニオンとか集めて、あの昔のもう神岡龍太郎みたいなことをやる。お腹また開いて後ろに、うん、生着替えとか見たいです僕。ネットコマーシャル、ネットコマーシャルやりましょうよ。やろうよ、いいじゃないですか。じゃなく、もしそれが無理とはいえ何かは絶対する。めちゃくちゃ高いステーキみんなで食うとかでも何でもいいと思うね。夢を乗せて走ります。会ってみたい人呼んでみてもいいですもんね。そう、会ってみたい人でもいい。ほらこれちーちゃん遅れた。じゃあ2っていうか6、これあ2と6、いやいや、でも追いついた。あーちーちゃんだとなると 1-3?3 がいいね。うわちーちゃんと一緒に、いやで岡崎さん3だ3-1だ3-1だ。これ4-1かだから、えだからあれですよね、4コースだ。そうそうそう、差し差しだ。いやもう3-1だよ。いやー3は多分高いんじゃないですか。これ3高いと思う。3-1だな。3-5-1まである。いやこれはいいけど僕は無理でした。うん、致し方ない。これはどんぐらい満州かな。これはまあでもしょうがねえわ。夢語った後なだけに悲しいけど、いやいやいや、これだって 3-4 で買えばよかったんですよ。惜しいっすわ。でも1入れてないじゃん、2着に。そうっすね、まあ惜しいな。惜しいとかね、それでいつまで言ってんだお前いつまで言ってんだお前おいいつまで言ってんだお前は。おい、あーすみません、目覚めました。目覚めました。もう惜しくないです、こんな。惜しくないだろ。惜しくないです、全然。すみません、もう惜しいなんて言いません。全然です、全然です。納得いってないか、お前。悔しい悔しいけど、いや、悔しいけど、これはしょうがないと思う。僕買った頭に5、6着っすもん、うん、いや、いいよ、今のは僕攻めない。なぜなら僕もこれはもう無理だと思ったから。ここはいやいいよ、気を取り直そう。はい、オッケー。ちょっとみんなのテンション上げようじゃん。どう、テンション上げてこよう。勝ってプラスにしたらお祝いがある。僕の夢は、まあ、別にまあはっきりとは分からんけど、俺はとにかくもうなんか派手なハーレム状態を作りたい。所長を巡ったバチェラーとかをやるか。よっしゃ、もう嘘でいいから僕は結婚相手探したいです。それは勝手にやってくれよ。これで、いや、あ、お見合い企画みたいなね。お見合いとか。でもあれ、あ、え？お前だから、じゃあいいよ、本気でこれプラったら、はい、ここにだからレオ子ちゃん呼んでやるよ。何ですか？レオ子ちゃん呼んでやるよ。でも結婚してんすよ。いやだから結婚じゃなくて会いたいだろ。あ、会いたい。だって普通に仕事できたら嬉しいじゃん。嬉しいです、会いたいです。そう、全部だから夢を叶えよう一気に。なんかね、めちゃめちゃうまいもん食いたいとかあるでしょ。カニも頼めばいい、その日に、はい、で俺らはよ別の部屋でバチェラーやってるからで、なんちゃんが3回目一人でフューチャー、もう予想してないだろ。もう出前の寿司見てる。うわなる、気持ち入れてくぞ。早いんだよお前、なんだよ、いったわこれ、なんだわ。あー